もう見よんだかしよんだかわからんわ。皆さんこんにちは、ゆめぞうです。今回は日暮らしの泣く頃に GO 第5話について感想を語っていきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。またこのチャンネルではアニメの感想の他にアニメのネタバレ、アニメのランキングなどを動画上げておりますので、よかったらチャンネル登録してから見ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは早速内容の方を語っていきましょう。今回からバタ魂編ということで、また新ルート新章に、突入するんですけども、今回はね、まあ、今までの旧作と、まあ、ほとんど変わりないような、物語展開でしたね。まあまあ1話目っていうこともあって、何々編1話目ってこともあるんでね、まあ、ここから変わっていくのかなって思いますね。まあ気になったところってやっぱりね、ミヨンだよね。ミヨンのさ、おっぱいだよね。おっぱいでかすぎんか。おっぱいがとにかくでかすぎた。あのエンジェルモートでさ、あのシオンって言ってたけど、多分あれミヨンだと思うんだよな。あの時はミヨン、シオンのふりしたミヨン。これマジでややこしいんだよな。原作読んでてもさ、本当にどっちなんだろうってあやふやなところあるし、また新ルート、また騙し編っていう新作になってるから、余計ね、どっちなんだろうって俺らを惑わせる。分かってるからこそさらに、ね、これ分かんなくなるっていうかね。逆にね。まあまあそのバイト姿がね、最高だったんですよ。おっぱいがめっちゃポヨンって寄れるのよね。てかあの前の鬼騙し編でも出てたけどさ、メガネっ子のエンジェルモートの店員さん可愛くない？無駄に可愛くないか、あの子。あの子にもスポット当ててほしいわ。もう逆になんかメンバーに入ってほしいもんね。その後にさ、シオンがケイチの家に来るじゃん。家に来た時にさ、まあまあそれシオンが来たってことになってるんだけど、多分あれもミオンなんだよね。ミオンで来てるんだけど、あれの時もおっぱいでかくね。なんか制服ワイシャツかな、ワイシャツ着てる時のさ、おっぱいめっちゃでかかったんだけど、エンジェルモートの制服姿よりもワイシャツの時の方が良かったね。なんか服着てる時の方がエロいんだよな。最高だったね。まあちょっと怖かったけどね、薄暗い中で来たから。ちょっと若干怖かったけど、まあまあ1話目だからさ、そんな不穏な空気もあんまりなかったから、そこはまあまだ安心して見れたんですけども、最後ね、最後のシーンね、世紀末みたいなね、チンピラどもがめっちゃ来たんだけど、めっちゃじゃねえ、3人来たんだけどさ、そこね、あそこ怖かったね。あそこチンピラに、まあ、ケイチがバイクを、倒しちゃって、チンピラが「おお、どうしてくれんだよ」みたいな感じで絡んだ時に来るんだよね、シオンが。これ多分本当にシオンだと思うんだよ。あ、鬼の形相。じゃあ、地止めっていうかな。ちょっと笑っちゃったんだけど、まあ、怖かったんだけど、なんかちょっと笑っちゃった。旧作の方が、やっぱなんか不気味さがあったかな、ここに関しては。まあね、地止めで、何してんじゃ、バレーみたいな感じで、チンピラに絡んでいくシオン。で、チンピラが、わ、なんだこの娘みたいな感じで言い返すんだけど、周りからね、ひなみ沢の住民が、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、もういろんなね、老若男女が、ゾロ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 とゾンビのように、チンピラにね、こう迫ってくるっていうあのシーンね、かっこね、ひなみ沢の不気味さ、出てたよね、最後にちょっと。いや、これがなんか田舎って感じ。俺らの想像する田舎のなんかイメージよね。なんかもう田舎イコールああいうなんかね、やば、もう団結力じゃないけど、もう日暮らしのせいで田舎のイメージがなんかそんな感じになっちゃったもんね。むしろ田舎はあんな人いないから。いないあんなに人実際いないから。まあそんな感じでしたね。まああとね、他で言うとゲーム大会で優勝して、でみんなに人形とかプレゼントされた時に、ケイチからミヨンにちゃんとプレゼントを素直に渡したところだよね。やっぱりあそこの照れてるミヨンも可愛かったね。いや、私
なんか俺が持っててもしょうがねえし、ミオン持っててくれやみたいな感じで、ケイチが素直に渡すんだよね。でリカちゃんがちゃんとさ、そこアシストするんだよね。リカちゃんグッチョ、うん、もっとアシストしてもいいと思うけどね。リカちゃん本当に惨劇止める気あるんですかって思うね。もっとアシストしていいと思う、うん、みんなのメンタルケアしなきゃ。そこはねお姉さんとして、うん、中身が大人なのに、外見がロリなリカちゃん、ちょっとねリカちゃんありだなって思えてきた。景品っていうか、ケイチがねゲームで勝負してる時の景品って言い方ちょっとあれだけどさ、猫耳つけた、リカちゃんのカットちょっと良かったね。あれ可愛いなって思ったけど、中身お姉さんなんだって思ったちょっと興奮してきちゃったもんね。あれ良かったな。であとレナのね、人は見かけによらないからねってあのセリフのとこめっちゃ怖くなかった。うん、ミオンちゃんはあんな感じだけど実は中身すごい女の子だし、サトコちゃんは昔は甘えん坊だったし、リカちゃんはああ見えてもう将来小悪魔みたいになるよみたいな感じの話してる時に、最後にじゃあレナはどうなのかなみたいな、レナはどう見えるのかなって言って、ケイチがいやレナはこうこうこうでって言ってるんだけど、じゃあもしこの今の話で言うとレナの本当の中身っていうか、その本性はどういうこの反対だとしたらっていう、あのケイチの鋭さね。ケイチ鋭い、今回のケイチマジで鋭いよね。てかもうレナがマジで怖い。先週ねあんな狂気を振り回して、うん、もうケイチのことぶっさぶっさ刺してたね、レナだったから、もうそれのことを思い返すとね、怖いシーンだったなと。まあ殺人鬼みたいなもんだからね、結構殺してっからねレナは人のことを、うん、怖かったな。まあそんな感じですね。はい、ということで今日はこれで、動画終わりたいと思います。よかったらね皆さんの考察とか感想などもコメントで書いてもらって、みんなでこう言い合ってで、なんか考察し合うような感じのコメント欄にしていただけると自分も見てて面白いので、ぜひぜひ気軽にコメント書いてくれると嬉しいです。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。